はい、皆さんこんにちは。盆栽推奨の松江です。今回はですね、こちらに2本の木があります。これはどちらももみじなんですけれども、こちらの木は、うちの娘がですね、公園で、取ってきたもみじです。こちらの方は、その公園から、取ってきてから、約、もう6年7年ぐらいが経過しているもみじですね。で、こういうふうに苗木のもみじがありますよね。で、このもみじはあるんですけど、視聴者さんからのね、ご質問で、この幹をどういうふうにして太らせればいいんですかっていうふうな感じのね、どういうふうにしたら、幹がどんどん太って、こういうふうな感じになっていくんですかっていうふうなご質問がありましたんで、それに対してちょっとお答えしていきたいと思います。基本的に、こういうふうなこのもみじのこういうふうな苗木のものがありますけれども、自然に、これで例えば鉢でね、ずっと長く、5年6年とずっと持ち込んでっていうのがね、どんどんこう出た枝を剪定してってこういうふうに切っていくと、自然にだんだんやっぱりその根っこがこうずっと伸びて、でこの鉢にもう満タンに、ね、なるぐらいまで、コネっていうのが充実してくると、自然にこう幹っていうのは太っていきます。でその太りを良くするためには、肥料分っていうのが不可欠です。でやっぱり植物っていうのは光合成するためにこの葉っぱがありますね。でその葉っぱに、葉っぱ自体をどんどん、成長させて、で芽数をどんどん増やしてっていうことで、植物の三大栄養素っていうので窒素リン酸カリっていうのがあります。でその窒素分っていうのはこの葉っぱの緑要素っていうのをこう上げるため、葉っぱが緑になるためにね、窒素分っていうのが必要ですね。でそれから、リン酸、これもリン酸っていうのは、あんまり聞いたことはないかもしれませんけど、リンっていうのは夜にお墓とか行きますとね、人玉がよく出るっていう風な感じの、昔なんかそういう風な子供の頃にね、言われるようなそういう風な物語でもありますけども、でも骨っていうのは結局はリン酸なんですよね。でその骨が結局その空中で燃えるっていうふうな、そういうふうな現象を人玉っていうふうな感じで表現したりする場合があるんですけど、骨ですから結局はその、リン酸っていうのは結局その身とか、花とかね、そういうふうなものを、つける場合には結構リン酸っていうのが骨粉をしっかりこうやっておくと、実つきが良くなるというふうな感じのことを、一般的に言われます。それと、もう一つがカリウムですね。でそのカリウムっていうのは、この幹に対して、働きます。この幹の、部分が、非常にこう太りやすくなるっていうふうな、そういう肥料なんですよね。でかといって、カリウムのみをやっていればいいかって言いますと、そういうわけではなくて、まだ他にもね、いろいろその、植物の三大栄養素の他にも、今度またその10大栄養素とか16大栄養素とかいうふうな感じで、いろいろそのあるんですよね。で人間の体も同じで、いろいろな、そのものを栄養をバランスよくとるっていうふうなことが非常に大事で、あまりその、栄養過多っていうのか、窒素だったら窒素だけっていうふうな感じっていうふうな感じでいくと、また、そうすると枝自体がものすごく関節が伸びてしまったりとか、あんまりバランスのいい樹形っていうのはできないんですよね。ですから、非常にこうバランスの取れた食事を、した方が、長生きもできるし病気も強い体になるっていうのと同じように、植物も同じようにそういうふうに、バランスのいい、栄養分っていうのを、与える必要があります。でそれと幹を、ずっとこうその5年6年7年というふうな感じで持ち込んでいくと、自然に、これで大体7年目なんですけど、これは別にその、幹を太らせるためにね、わざわざなんかこう枝をものすごく伸ばしたとか、そういうふうなこともほとんどないんですよね。で普通にこう枝が伸びてきたら剪定して、で、肥料をやって、でまた根が詰まってきたら植え替えしてっていうのを繰り返していった末に、こういうふうにこうなってます。これは幹のこの途中の部分っていうのは、こう見ていただいたらこう曲がってますでしょ。でこの部分っていうのはこういうふうな素材から針金をかけてこう曲げてね、作ってありますから、ですからこういうふうにしてなってますけどね。
基本的にはこういうふうな樹形の木でも、まあ、針金をかけて、今まだね細い柔らかいうちに針金をかけてっていうふうにしておけば、このような感じの樹形に仕立てることも可能です。はい、そのまあ商品盆栽とかね、ああいうふうな展示会に行きますと、高さがこのぐらいしかない、例えば、このぐらいの大きさのね商品盆栽で幹の太さがものすごく太いっていうふうな、鉢いっぱいぐらいの太さがあるとかね、ものすごく太くてこう短いような木がありますよね。でああいうふうな木っていうのはどうやって作ればいいんですかっていうふうな感じに言われると、まあそれに対しての、答えも、今からちょっとブラックボードをね使って、その場合にどういうふうな、例えば幹をこう太くてグッグッグッとこう曲がっているような感じの木で、高さ5センチまでの木を作りたいんですとか、高さ10センチまでの木を作りたいんですとか、そういうふうな感じになった時に、じゃあどうやって作っていけばいいんだろうというふうなことに対して、今からちょっとね、ご説明していきたいと思います。はい、それではね、ご説明していきたいと思います。まずですね、通常もみじの、苗木があるとします。で新しい新芽がこう出てきて、でこう葉っぱがこうね、まあもみじの場合ですから、まあ、こういう感じでこうついてるんでね、まあこんな丸い葉っぱじゃないですよね、こういう感じでついてると、で新しい新芽が出ますね。でこれが、今度ずっとこう日を経つごとにぐーんとこう伸びてきます。ぐーっとこういうふうに伸びますね。でこういうふうにこう伸びて、でどん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 伸びるごとに、勢いがついてくるごとに、この成長のスピードっていうのがこうある程度加速化していきますから、この関節っていうのがねちょっとこう少しこう長くなるかもしれませんね。最初はこうちょっとこう短いんですけどでギューッとこう伸びます。で伸びると徐々にこの辺りでどういうふうになるかっていうと、幹がちょっとちょっとずつこう太くなるんですよ。幹がちょっとちょっとずつこう太くなる。で、1年でまあ例えばここまで伸びたとしましょうか。1年でここまで伸びたら、そしたらこう、根元のところはちょっと太いですよね。根元のとこはちょっと太いんですけども、ここの辺りぐらいからここまでの幹の太さっていうのはもうほぼほぼ同じ太さなんですよ。要はこのホワイトマーカーのこういうふうな、こういう状態ですかね。もう全く同じ太さのこういう枝っていうことになります。こういう枝ね。でこれがやっぱり盆栽って幹が、まあ例えばこういうふうにこうグッグッグッとこういうふうに曲がってたとしたら、足元からこう太くなってこう幹が徐々に上に行く、こう曲があるごとにちょっとずつこう細くなる、こういう状態でね、こうなってたら綺麗でしょ。でもまあ幹の太さが全く一緒っていうと、まあ、真っすぐの木だったら、まあ、乾電池みたいなこんな木ですよね。でこういうふうな木だったらこうなって、でこうなって、でまあこういう感じでしょうかね。でこれだとあんまりこう幹がカクカクカクッとは曲がってるんですけど、このこういうふうにスーッと先端行けば行くほどこう細くなってるっていうふうな姿がやっぱりこう自然感があるんです。でもこれは実際にこう絵で見ても、まあ実物で見てもやっぱりこっからここまで曲はあっても、こっからここまでが全く同じ太さになってるとあんまり見た目っていうのがね良くないんですよ。例えばまあ商品盆栽とかそういったものの場合だったら、こっからここまでが10センチとか、まあ20センチとかいろいろあります。5センチとかね、7センチとかでいろいろありますけれども、まあ葉っぱがこうついてて、このこっからここまでの太さがね、まあ1極2極とありますけど、でこの2極ある中でも徐々にこう先端に行けば行くほど細くなっているっていうのを、この5センチの間で作らなければいけないっていうと、かなりね、なかなかまあそれ相応のやっぱりその作り方っていうのがあるんですよね。それを一体どうやって作っていくのかっていうふうなね感じのことを今からちょっとご説明していきたいと思います。まず、
もみじの、まあ、こういうふうにビューッとこう伸びました。で足元はちょっとだけ太くなってて、まあ、同じような太さでここからここまでずっとこう 太さがここからここまで一緒になってます。ビューンと1年で伸びました。まあ大体1メーターぐらい伸びたとしましょうか。まあ1メーター伸びたとね。で1メーター伸びて、でギューンとここまで伸びたとしたら、そしたら足元は実際にこう拡大してみると、まあ一番最初の太さっていうのは本当にもう割り箸ぐらいの太さっていうのか、もう割り箸より細い、まあ爪楊枝ぐらいの太さだったものが、まあ1年伸ばすことによって太さが、まあ、このぐらいまで太くなっているとしましょう。このぐらいの太さに変わったということですね。まあうん、このぐらいの太さまでなったと。そうすると一番最初に内気である程度まっすぐビューっとこうやると、ここにまあ太さっていうのがこうできますよね。ビューっとこういう状態ですね。でこれ枝あるんですよ。ここにビューンビューンビューンとこう枝があるんですよ。ちょっとあの編集さん、あの消すやつちょっとまた貸してもらえますかね。枝がこういうふうにこう出るんですよね。であのはいはい、幹をまずある程度ここがちょっと太ったっていうふうな状況になると、ここにも当然こういうふうにこう枝がこうある状況になっているとね。そうすると、まあここまで1メーターとか、まあ70センチとかビューッと太らして、あ、ある程度の太さまでいったなというふうな感じになった時に、まあこれはちょっと今地面みたいになってますけど、これが素焼き鉢だったら素焼き鉢にこう入っているとしましょう。そしたら極端な話、ここでバチーンと切るんです。こうやってね、ここで切っちゃう。こうやって分かりますかね。でここで切ると、そうすると、どうなるかっていうと、今度は、こちら側の枝とこちら側の枝が伸びようとします。で例えば、ここから、こっち側の枝を芯に持っていく。例えば、黒松の模様木とか、まあ、もみじの模様木でもいいです。模様木を作ろうっていうふうな場合だったら、こうなって、で今度こっちへこう曲がって、こう曲がるごとにちょっとずつこういうふうにこう細くなるっていうふうな状況をこう作りたいんですよね。こういう感じでね。でこれに対してこう枝がこういうふうにこうっていうふうな感じで、で頭がちょっとあってこうでこれに葉っぱがこうわーっとこう乗るっていう感じなんですよね。よくこう盆栽店なんか行きますと、こういうふうな感じの樹形のやつがありますでしょ。こうなってるね。要はその新芽がこう新しくビュッと出てて、で今度は芯の部分を作るっていうのは、要はこの部分です。この芯の部分ね、この真芯の部分をこっちの枝とこっちの枝どっちで作っていくかということですわ。だからこの場合だったら、この木の場合だったら、こっちの方の芯こっちの方の芯とこっちの方の芯と同じようにこういうふうに伸びてたら、じゃあこれのような形で作っていこうかと思ったら、まずしなきゃいけないのは、こちら側の枝もこれ葉っぱがこういうふうについてるんですよね。でこっち側の枝も同じようにこう葉っぱがこうついてるわけですよ。でそしたらこっちをじゃあ芯に持っていこうかっていうふうな感じでいくんであったら、こっちは何になるかっていうと、ここの枝、この枝になるんですよね。これね、こっち側の枝に作っていこうと思ったら、芯は太くないといけませんけど、枝の方っていうのはこっちと同じような太さで持っていこうとしてしまうと、こうなんて言うんでしょうね、途中からなんかこう同じような太さでこう分かれるような気になるんですよね。こういう感じになっちゃう。だからどっちが芯なのかっていうのが分からないような状況になっちゃいますから、ですからこっちの方はもう早めに、あんまり枝が太らないうちからもう早めに止めておきます。こっちは枝として作るんだっていうことですね。でこっちはある程度ビューッと走らせるんですよ。伸ばす、ビューッとね。で伸ばすと
今度拡大するとここの部分がどうなっているかといいますと、こうなってで、ここの部分のところから、幹がゾーンとこう切られている状態になっているわけですよね。でこっち側の枝とこっち側の枝が出てっていうふうな感じの状況になってますから、こっち側の枝は枝として作っていかなきゃいけないので、こっち側のビューンと伸びてたらこっち側の枝はこれはこう、こっちは切ると、でこっち側の枝は伸ばすっていうふうな感じにすると、今こことここだったらこっちから極端にこれ細くなってますけど、こっちの方を芯にしようと思ったらね、伸ばすことによって徐々にここがね、だん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 こういうふうに太ってくるわけですよ。こういう感じで、こういう感じで太ってくる、ぐーんとこう太ってきます。で太ってきて、そうするとこれちょっと白く塗りつぶすとどういう感じになるかって言いますと、ちょっとまあ分かりやすくねするためにちょっと見ますよ。まあこういう感じの幹の流れになるわけですよ。こうね。でこちら側にも枝がこういうふうにあると、でビューンと残しておくと、だんだん1曲目がなんかこうドラム缶から鉛筆が突き刺さったような感じのものから、ここをギューンと太らせることによってここのつなぎっていうのが良くなってくる。ここがここから極端に細くなってるっていうんじゃなしに、徐々に細くなっているようなこの感覚っていうのが出てくるんです。でこういうふうにある程度走らせておいて、あもうそろそろこことここのつなぎが良くなってきたなっていうふうな感じになった時点でここを切ります。ちょっと分かりにくかったらすいません、また詳しくは説明しますけどね。でそうするとこっちに枝がありますよね。これがまたずーんと走らせるんですよ。ビューッと走らせると、走らせる。でもこっちは枝として作っていこうと。ね、でこっちは芯にしようというふうな感じに、もう計画を作っておくんですよ。こうやって。こっち芯、こっち枝。枝だったらもうあんまり太らせることはないですから、こっち側はもう早めに止めておきましょう。ね、こうやって。でこっちはビューンと今度走らせる、こうやってビューンと走らせるっていうふうな感じにすると、当然今度はこっち側が徐々にこういうふうにこう太くなってきますよね。徐々にこう太くなってくる。でそうすると、ある程度いい太さになってきたぞっていうふうな感じになった時点で、またここでこう切る。ちょっともうもうこの消しゴムが限界が来てるね。でこういうふうな感じで、でこれを今度またじゃあこっちは枝にして、こっちを芯にしようっていうとね、こういうふうな感じですね。つまり今のを簡単に説明すると、まず根元でビューンとこういうふうにこう作っていたものを、ここの芽でバーンと切って、今度こっち側ビューンと走ったら、そしたらこっち側の枝とこっち側の枝があったら、今度こっち側にビューンと走らせて、で、今度は、こっち側とこっち側の芽があったらこっちを切って、今度こっちへ走らせてっていうふうにして、こう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 というこ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 うという感じでね、この幹模様をこう作っていくということですね。まあちょっと分かりましたかね。分かりにくかったかもしれませんね。こっち側を根元から、今度こっち側をビューッと来たら、今度こっち側を走らせて、でここに芽があるから、今度こっち側を走らせて、で今度こっち側に芽があるから、今度こっち側を走らせて、そしたらこうなって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 こうで、ここでまたこう芽が分岐してたら、今度こっちを芯に持っていくっていうふうにすると、でちょっとコケ順が良くなって、こうなってこうなってこう来て、こういうのができる、こういう幹ができる。で枝は随時あんまり太らせないようにね、こっちは枝でこっちは芯に作っていこうっていう、2つある芽をうまくこっちは枝にして、こっちは芯に作っていくんだっていうのを
しっかり作ることによってこういうふうな幹の太い盆栽っていうのができていくんです。こういう盆栽ができていくわけですね。こういうふうになっていくの。で、全部こう逐一太り具合っていうのをよく見ておいて、あんまり太りすぎないように見ておいてやるから、だからこっから1曲目あって2曲目がちょっと細くなって、で3曲目はさらに細くなって、4曲目はさらに細くなってっていうふうな、これを固形順と言います。でこの固形順を良くしていくためにこのように剪定を繰り返しながら枝というのか幹を作っていく、太い幹を作っていくということですね。だからまあ商品盆栽とか、まあ大きな黒松とかそういったものでもそうですけど、まあ畑のね、畑でできたような木なんかでも、模様木の作り方っていうのは基本的にそういうふうな感じで作っていきます。はい、今回はですね、幹の太らせ方、まあこれについて、ご説明していきました。またね、他にもわからない、質問等ありましたらコメント欄の方に、お聞かせください。今回は、ちょっとね長くなりましたけれども以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。